バタヤンプロジェクトシーズン2ということで、早速運動やってまいりますが、ちょっと今日暗いでしょ。ここ電気2つあんねんから、これ電球切れて持ってんねん、すいません電球切れて3日ぐらい経つねんけども、ちっともです。よし、じゃあストレッチからまいりますよ。よし、ああもうね、ここをしっかり伸ばして、この腰回りとか伸ばしないといけましぇん、いけましぇんえんです、いけましぇんえんくださいです。よし、あー気持ちいい。ふぅ、だから皆さんお気づきですか、電気が切れたことよりも、電気が切れたことよりもですね、間取り変わってます。徹底です。見てください、観葉植物が、観葉植物が我が家にあります。もうちょっといい感じになったでしょ。だからね、なんかすごいお部屋が、もうあれで皆さん見てもらってると思うんだけども、お部屋がすごい広くなりました。掃除がしやすくなりました。ありがたいでございます。あ、ちょっと待って、これがもう押せてなかったわ。でもまた多分観葉植物とか言うてないでね、30秒は経ってるでしょ。ふぅ、よし、でこれこうして、よし、こう、よし、暗いな、すいませんね。やっぱ電球買いに行かなあかんな。もうこれ上の天井ね、ここだけちょっと高いから撮るの大変なのよ。この今日旦那にちょっとやってもらおうか、こういう電球とかやってもらうのは旦那さんやな。そうやわ、私がそんなんせんでいいよ、旦那にやってもらおう。こういうの電球取り替えるのってすっごいしんどくない？この辺に電球あったらすぐええねんで、この輪っかもね、この上ずっとやったらさ、もう首痛いし、もうなんかうまいこといけんやん。電球取り替えのええねんけど、電球の後のこのカバーが難しいねん。カバーが時間かかんのよ。それが嫌いやねん、私はっきり言うて。よし、ふっふっ、よいしょ。今日は体重測定に参りますからね、体重も測って、よいしょ、オッケー、よし。で、この股関節までいっちゃいましょう。よし、しっかり開いて、下げて下げて、もっと下げて、ね、よくね、何でも運動中も、ストレッチ中も息止めてってやる人いるけど、息をちゃんとしっかり吸って吐いたりすることが一番いいらしい。っていうか、私多分昔から中高ソフト部やし、まあ、こういう運動もずっとやってるから、無意識のうちに、ずっと喋ってるからあれやけど、あ、何も早いな、やってんのよ。だからあれや、私ね、ここを伸ばさなあかんらしいの。だからこうやって、もうこっちもこっちも伸ばす感じ、これでいきましょう。これやったらこっちも伸ばしてる感じかな。とにかく、まあしっかりいろんな普段伸ばさないようなところを伸ばそうっていうことやな。よし、ああ早いな、あっという間に1ヶ月終わるね。何なのこれ、本当に1日もあっという間に終わるわ。朝が来た思ったらすぐに夜になる、そして朝が来る酔っ払ってんのかっていう感じだけどね、うん、酔っ払ってんのかって感じでしょ。まあ、昨日ね、バタヤン宴会の後に今これ撮ってるから、まあ、さっきも残っとんだもん。よし、反対、酒残ってないよ、残ってないけど、このテンションでもさ、45でこのテンションになれるってええやんな、うん、いいとしましょう、いいとしましょうよ。よし、よっしゃ、
もう顔が映れへん。ほとんど映ってる？つけるか。暗いな。ちょっと待って、横の電気つけようか。これでちょっと明るくなったかな。隣の電気つけて。よし。まあ、さすとんか。はい。よし。でもね、この観葉植物が芽がいっぱい出てる。今私が触ってる葉っぱあんねんけど、もともと芽やったのにこれ広がってきたんや、だんだん。すごいつぼみみたいなのがいっぱいあって、そこから葉っぱどんどん生えてくる。これだから今これぐらいの高さやけど、どん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 上に上がっていくの、これ。これウンベラータやったかな、この花の、花ちゃんは。葉っぱの名前。観葉植物の名前。そんな感じ。どうなるんだろうね。よし、行きまーす。はい。ふーって息吐きながらし、ぐっぐっぐっと肩甲骨をちょっとずつちょっふーってやったら、ちょっとずつ動く可動域が大きくなりますからね。よしよし、 OK。 で次は後ろ手をこうって持って後ろに、ふぅ、はぁ、やっぱこれ早く勉強変えなあかんね。もう今日買いに行こうか。もうなあ、勉強買いに行かなあかんね。発揮しようて、よし、発揮しようんでもいいよ。発揮しようんでも買いに行かなあかん。発揮しようないけど買いに行かなあかん。よしよし、見てこれ。腰はぐーっとしないで、ここもね、やっぱね、ここを伸ばしてください。ここ全体的に手を遠くに、手を遠くに引っ張られてるようで、はあ、ふう、オッケー。はい、反対。暑い。今うっすらクーラーかけてんねんけど、クーラーの音も入ってるかもしれませんけど、すいませんね。静かっていう設定に変えようか。暑い。オッケー、はい、プランからいっちゃいましょう。よっしゃ、プランク1分から参ります。ラスト30秒、腰フリフリやけど、フリフリでゆっくりフリフリでいきますね。いきますよ、よーい、スタート。よっしゃ、もうこの観葉植物があるだけでなんかおしゃれな家みたいな、ほんまに。で、水もそんなあげんねんな、これ。1週間に1回ぐらいとか。で、日当たりがと思ってんけど、いつもここ置いてないね、いつもちゃんとこ置いてんのよ。でもせっかくやからこっちに移動させてね。いつもこのテレビのこの横のとこ置いてんね。うん、まあ、そんな話どうでもいいか。ほんまに友達に来て、ほんまいつもこっち置いてんねんって喋ってる人。あ、腰フリフリの時間だった。よし、ふー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 って息をしっかり吐きながら、
もうプランクもさ、もう毎日やってるからヘロカッパになってきて思ってんな。よし、じゃあ足パカ行こうか。足パカこいっちゃいましょう。やっぱ、行きますよ。1分間、よーい、はい。足パカクロスね。足パカクロス、足パカクロス。子供が向こうで、向こうの部屋で遊んでます。熱っ。はあ、まあ体重はなかなか落ちひんけれども、もうなんか最近体重よりもだから体重変われへんねんけど、なんやったら増えたりする時もあんねんけど、なんか体はちょっと引き締まってくる時あんねんな。でもね、昨日ねバタヤン宴会の後にねあれやったのよ。なんやあれ、あ、インスタライブ。ほんなんやっぱその閉経、生理がなくなった後って体型一気に変わんねんて。もうすっごい太りやすい体になるらしいわ。いやだー。でもこれ運動やってることは大切やからな。これを地道に続けたら大丈夫ですよ。よし、でこれね、これ1分間いきましょう。いきます、せーの、よし。これすごい腰の周りも効いてるから、よし、真横に出してしっかり下げる。よし、キャッツアイだけど、キャッツアイ。ねじって体を真正面に向きましょう。もう電球切れとんな、ほんまにな。ダメだこれ。よし、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 オッケー。次はこれね、バックランジ。よし、行きましょう。16回かける2セットいきますよ。行きます。熱いわ。せーの、1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16。一時停止。よし、 OK。 はい、太ももを叩きましょう。でも小指がな、まだ付け指治ってないから叩く時もあるや。よし、よし、もう一回いくぞ。もう2セット目、これで終わりますからね。いきます。1 2 3 14 15。はい、ラスト。OK。OKKの K です。よっしゃ。ほな、次、腕立て。バストアップ腕立てです。よし、これ20回。そしてラスト10回は低三角。よし、行きます。1、2、
8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、はい、ラスト。よし、このまま指三角作って10回いっちゃいましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト。 OK、よし、最後背中サーキット3分、これでおしまいですよ。ピッとなってから5秒後に始めます。はじめは両手を上げる、せーの、よっしゃ、いきますね、よいしょ、はい、来た、あと5秒切ったよ、頑張れ。はい、5秒休憩、よし、いくで、片方タッチ、熱い、ふう、はい、10秒切ってます、もうちょっとで終わるよ。 OK、 5秒休憩、次両手ヒップタッチです。はい、来た、あと3秒、急に、よし、次は両手を仕上げちゃいましょう、いきます、はい、はあ、はい、あと10秒、あと1分で全体的に右手を出て左足上げていきます、はい、熱い、よし、最後両手両足上げて固定ね、いきます、これで最後で、はい、頑張れー、あと10秒でおしまい、腰痛い方は腰痛くないところで止めてくださいよ、エスカレーションです、よし、腰ぐーっと伸ばしましょう、うわ、あ、もうキボキ言うてるわ、はじめのストレッチ何だったんですか、このボキボキ言うて、熱いわ、熱い、熱い、よし、今日はこの後体重測定参ります、うん、よし、よし、熱い、よし、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、痛い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 、
気持ちもこのまま眠りたい。このまま眠りたいよ。よし。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よし。よいしょ。暑いな。もうこれからこんなもんじゃなくなんで、これ。ほんまにこれ梅雨明けたらとんでもない毎日待ってますよ。約2ヶ月ぐらい。そして我々ね、主婦子供がいる方は夏休みが来たらもうなんかいろいろやらなあかんな。お昼ご飯もとかさ、大変だわ、大変だわね、本当に大変だわね。よしよし、ペターンってつく人すごいよな。でもさ、やっぱりこれペターンってつくにはこういうストレッチが大切なんやね。つけへんね。こっちはつくけどこっち硬いんやな。だからこれなんか骨盤なん矯正したら痩せやすくなるって言うけど、そんなのだからその骨盤屋さん、骨盤屋さんとかそういうとこ行くのもいいんかなね。よいしょ、よし。あー気持ちいい、あー気持ちいい、気持ちいい。よし、ふう、あ、これいつも一緒にやってくださってる方本当にありがとうございます。週に1回だけやってくださってる方もありがとうございます。週に1回でもバタる、月に1回はバタるとは言わへんな。やっぱり週に1回やったら十分バタってる。よし、じゃあ体重測定いきましょう。それでは体重測定に参ります。はぁ、あ、前回が 60.30。 よし、よいしょ。はい、出ました。体重 60.30 変わらず。体脂肪率 32.1。 ちょっとこれ書いていこう。 60.30 32.1。 体脂肪率微妙に下がって、そして代謝1208、体内、お、体内年齢42歳。体内年齢下がってる。体重変わってないけど体脂肪が 0.1 下がって、基礎代謝が4キロカロリー上がって、体内年齢が皆さん42歳になった。私今45歳やねんけど、まあ、この辺まだムチムチ子してますけども、まあこれもちょっとずつね取れたらいいなという。くそー、50キロ台になったと思ったら、まだ60キロ台になったけど、ちょっとずついろんな他の数値は減ってます。地道に地道に頑張りましょう。体脂肪率も 20%、 29% とかなったらいいな。ほんまは何が標準なんかわからんけど、基礎代謝もちょっと上げていきたい。よし、ちょっとずつ続けて頑張ります。みんなも一緒にお願いいたします。それでは、ずっとずっと続けていくぞ、地道に。せーの、えい、えい、へい、へいでした。